人が仕掛けて左からのクロスヘディング、キーパーこぼしてシュート、もう一回フィニッシュ、ナイスボール、関根素晴らしいシュートで2対1勝ち越し。分厚い攻めにたまらず札幌失点。関根の右足炸裂しました。マニアサイドのあの高め、あそこは難しいコースですけどね、はい、まずこのやっぱ仕掛けですよね、まずはね、はい、で人数はいるんですが、これ平野さん改めて見ていただきたい、はい、このクロスボール結局上がって中でピンポイントで合わせましたもんね。合わせましたからね、でもちろんあのシュート打った後にこぼれ、はいはい、でさらにはその後ろ、あのおっしゃる